はい、どうも、カズワンでございます。この階段のやつはなんとなく調べて分かりました。なんか、射撃の、さっきのというか シノンの弓の装備のイベントを見た後に、ここに登ると、なんか優位のイベントがあるみたいなんで、行きたいと思います。はいはい、なんでしょう、優位ちゃんと。ん？どうした、優位と。クラインさんは何をしてるですか？クライン？なんかしてんの、あいつ。ふむ。いつになく真剣な眼差しだ。何を見ているんだ？クライン？どう、キリコ。見てみろよ、あの子の胸。キリコって呼ばれた初めてやな。しかも胸見てたんかい、あいつ。せっかくてぽよんぽよんで。くー、たまんねえなー。クラインよ。お前見てるだけでいいんか？何かと思えばっなんだて。よ、その顔は。いいじゃねえか、ちょっとくらい。そうか、クラインってもう、現実世界では社会人やったよな、確か。そらそうなるわな。無慈悲で厳しいハラスメントコード様も、こうやって眺めてるだけならお咎めなしだぜ。まあ、見るのは勝手やけどさ。減るもんじゃないからな。クラインさんは女性の胸部が好きなんですか？男ならみんなそうさ。な、キリト。おい、俺を巻き込むな。男なら、ということは、パパもですか？いや、そんなことは、というか、ユイに変なことを教えるなよ。まあ、いずれ知ることになるやろうけど。はただいまー。い、お帰り。はい、アスナ、お帰りと。俺と同じこと言ってるやんけ。ママ、お帰りなさい。ただいま、ユイちゃん。お留守番ありがとうね。ただいま、キリト君。ごめんね、遅くなっちゃって。なんかまるで約束をしていたかのようやな。キリカがアクセサリー屋のショーウィンドウに張り付いて離れなかったのよ。もう、そういうリズさんだって、アジアさんではしゃぎ回ってたじゃないですか。あれは、しょうがないじゃない。この世界で美味しいお菓子なんてめったにないんだから。それに、SAO の中ならいくら食べても太らないしね。思う存分食べ放題。違う。女の子らしいな。人を食い意地が張ってるみたいに言わないでよね。だ、リズは一番張ってそうやもんな、女性キャラの中でな。と、ずっとこんな調子でショッピング。まあ、でも楽しそうでええやんか。楽しんできたようで何よりだ。はいはいはい、何でしょう。パパはこの中で誰の胸部が一番好きですか？ ちょっとずれてるな。もうこれを天然で言ってるあたりは可愛いな。ブって。それって胸のことよね。なんか誤解がすごいな、これ。クラインのせいやねんけど。おい、ユイ、その話はって。その話って、キリト君？キリト君？私がいない間にゆいちゃんに何を教えてたの？いや、何も教えてないけど、クラインが勝手にさ、俺じゃない、これはクラインがだなって。もういない。あいつ逃げ出しやがった。クラインさんなら今さっき走って出ていきました。危機感知能力っていうかな、危機の察知能力がすごいな、あいつは。あの野郎って。大体話は見えたわ。はい。どうせクラインが男はみんな胸が好きとかそんな話をしてたんでしょ。その通り。ちゃんと空気が読めてるじゃないか、リズベットさんや。全くもってその通りだ。すごいな、リス。すごく言いそうだもの。しょうがないやつね、まったく。ほんまやで、しょうがない。それでパパは誰のが一番好きなのでしょう？誰のやろねーってね。だからクラインが言ったことはデタラメで、男だからってそんな。いいじゃない、答えてあげなさい答よ。えてあげなさいよって。シノは鬼か。ってそりゃそうなるわな。誰を選んでも恨んだりしないから。恨むとかそういうのじゃなくてって、シノ俺をからかってるだろうって。別にそんなことないわよ。お前ケツ見られたからってそんなこと言うなよ。パパ迷っているのでしょうか？迷ってるじゃなくて困ってるんだよ、ユイって。私はクラインさんやパパがなぜ胸部に興味を惹かれるのか
そしてどんな恐怖が好みなのか理解したいんです。お前の探求プログラムはどうしてそこにこだわるんだ。それで俺の首を絞めているんだぞって。ママちょっと失礼しますね。ちょっとゆいちゃんどこ触って。とってもプニプニです。ちょっとゆいちゃんキリト、お前は分かってるだろ。皆まで言うな。キリト君、想像しない。想像しないってもう触ってるやろ。もう絶対誤解だよ。してないって。次はリズベットさんです。ちょっとゆいちゃんでも。なるほどなのです。なるほどってまあ違いはあるやろうけどさ。キリト、考えてないって言えば言うほどっていうやつかな。まだ情報が足りません。ちゃんと柔らかです。ちゃんとってなんかひどいよ。リーファさんはすごそうです。わあ、思った通りすごい情報量です。すごい情報量です。言い方な、これ言い方ひでえよ。なんか楽しくなってきました。ちょっとこんな変な遊びしちゃダメでしょ。うん、間違いないわ。遊びじゃないですよ、研究です。研究っすか。シノンさんのも触ってて気持ちいいですね。キリト、あんた保護者でしょ。この子の暴走を止めなさいよ。確かにみんな困ってるだろって。お騒がせしました。研究のご協力感謝します。でも胸部にもいろいろあるんですね。まあそれは人それぞれやからな。パパ、私はですね、リーファさんがおすすめです。確かに勧められても困るな。いやでも待てよ、リーファのやつは一回もんだな。キリトはどうですか。今までの私のレポートから誰が一番か決まりましたか。キリトの一番はアスナなんじゃねえの。どうしてもだから一番とかそんなのは。もうここまで来たら誰が一番か言っちゃいなさいよ。やっぱりパパはママのが一番ですか。まあ普通はそうなるわよね。もうやめてよリズ。誰ですか。どうするアスナって言っておくか。いやでもそれはそれでこの先ずっとその話でからわれそうだし、ここはなんとかごまかす必要もなかったのにな。俺はユイのがいいかなって。私のですか。んなこと言うからアスナまた怒るぞ。それはそれはそれでまた違う誤解があって、ごまかしたつもりだったんだけどなんかまずかったか。なるほど、柔らかい方がいいと思ったんですが違うんですね。いやそういうことじゃなくて。それではエギルさんのはどうですか。胸板カチンカチンですよ。ああそうだな、うん、エゲルだ。あもうこれはもうまずい流れだな。ダメな流れですね。これも違うのか。あんたも大変ね。大変です、非常に大変です。黙ってアスナって言っておけばよかったのに。胸部は奥が深いです。深いです、非常に深いです。以上、ユイの胸部研究でした。お疲れ様でした。キリト？はい、どうもカズワンでございます。そしたら今回もあれだな、ユイのイベントだな。なんかあるみたいなんで話しかけちゃいましょう。ユイちゃん、ただいま。はい、お帰りなさいってね。パパ、ママ、お帰りなさいです。あ、俺も帰ってきたわ、ワクワクで。今回も無事に帰ってきてくれて本当に良かったです。はいはい、こちらとしても良かったよ。だいぶお疲れみたいですね。今日はこのままここで休みますか。どうしよっかなーってね。ああそのつもりだ。わかりました、ゆっくり休んでください。ユイの顔でも見て眠るかな。
実質や、はあ、今日はもうヘトヘトだよ。うむうむ、もうかなりの上層なんだ。ただのフィールドでも楽な戦闘はないよと。キリト君、ねえちょっとこっち来てみて。はいはい、何でしょう。ワフワフって言ってるぎゅー。おい、どうした、酔ってんのか。胸が柔らか苦しいキリト君赤くなっちゃってる。まあね、それが男ってもんだよ。ねえ、今日はキリト君に甘えさせてほしいな。おお、いつでもウェルカムだよって ね。そ、まあ、まあ、まあ、キリトがそういうキャラじゃないか。あ、もしかしてこれから子供を作るんですか？いいところに匂いはいるな。そらびっくりするわ。ゆいちゃん、いたの？お疲れのようだったので、温かいお茶を持ってきました。よく眠れるかと思って、パパ、ママ、子供を作るところだったんですか？いや、子供っていきなり何を言い出すんだ？だって、パパとママ、キスしそうな感じでした。あ、そうか、そういう話になっとったっけ、そういえば。キスで子供ができるって、この間、ママが言ってたじゃないですか。あ、そうね。確かに私そう教えたんだった。あ、でも、SAO の中じゃ、子供は作れないんですよね。そうだぞ、ゆい。だからその、子供を作ろうとしているとか、そういうわけじゃなくてさーって、じゃあどういうわけですかって言うぞ。なるほど。わかりました。言わんかった。単純やった。つまり、予行練習ってことですね。無事現実世界に戻ったら、いつでも子供が作れるように。ちょっとゆいちゃん、そんな大声で子供を作る作る言わないで。今、この宿屋に他に誰かいたか。せめてすぐには聞かれてないことを祈るぞと。なあアスナ、これユイに誤解させたままの方が後で大変なことになるんじゃないか。例えば街の中でキスしてるカップルをユイが 見かけたとしてみろ。子供作ってるんですかって言うんじゃないの。確かにその通りかも。うん、言えてる。誤解ってどういうことなんですか。まあそういうことでございますよと。ユイちゃんごめんね。実はキスで子供を作るって話、あれ間違ってるの。そうだったんですか。ママどうしてそんなことを。でも嘘というわけじゃないんだよ。キスもその子作りに含まれているというか、なんというか、そのはっきり言うと説明するのが恥ずかしいことだからです。子供作りが恥ずかしいことなんですか？でも生物的には種をつなぐ上でとても大事なことだと思いますけど。そういう意味では大事なことっていうのは間違いないけど、それと恥ずかしさは別問題だからな。そう、人間には理性っちゅうもんがあるからな。人間って難しいんですね。うん、難しいんです。それで結局のところ子供ってどうすれば作れるのか教えてくれないんですか？アスナ任せた。ここはキリトが言うべきだろう。キリトくんずるい。なんていうか、そうだ、ユイちゃんにはまだ早い。だから知らなくていいの。そうだ、それがいい。うん、そう、まだ早いんだよ。子供は知らなくていいことなんだよ。子供だと教えてもらえないんですか？ユイが大人になったら教えてやるよってね。子供が子供を作っちゃうのはいろいろと問題があるってことなんだよ。社会的、あるいは責任能力的な問題ですか。なるほど、それなら理解できます。まあ、あとは体的な問題もあるけどね。それに、うん、ユイはまだパパとママの子供でいたいから聞かないでおきますね。うんうん、それがいいよ。うむうむ、それがいい。ああ危なかった。これで一応ユイには納得してもらえたってことで良さそうだな。全く下手なボスモンスターとの戦闘より緊張したぞ。そら恐ろしいわ俺。うん、はい。ん？一晩明けた？あ、終わったわ。突然終わるなこれ。あ、一個減ったな。はい、オッケーでございます。ございますよね。オッケーだな。
なんか夜にとか書いてあったけど、夜関係なくね。まあ、いっか。はい、というわけで、ゆいの、子供の作るにはどうするのっていうイベントでした。お疲れ様でした。